竹葉さん何色なん？赤です。うめっ先端コスがね、んしゅ、なんと皆さん11万人いったんですよ。すごくないですか？11万人ってすごくないですか？センターのね、一つ目の1で1がね、なんだ、ラッキーナンバーなんですよ。めでたいね。はい、はい、ものすごい勢いでアドミンの前で魚さん死んでた。アドミンの前、クロムさん、はい、ウェポンで魚さんと一緒にやってたよね。ウェポンで魚さんとやってた、はい。あれ、クロムさんはウェポンにいなかったっけ？います。ウェポンで魚さんいましたね。うん、やってて、クロムさんが下に、魚さんはコミュニケーションが当たってるのに左に行ったんだよ。うん、確認してます、僕。で、俺が今シールドまで来たところで、カフェテリアの下のトの字で死んでるから、トータスのセリフか直前切る。俺ちなみにアドミンへしょってきて、アドミン直し、1個目のアドミンやってる頃にコムズなって、もう一回あるからやってから行こうと思って終わって出たら死んでた。はい、あ、アドミンは俺が最後。僕とセンターさんが一緒にコムズ、アドミン出てコミュニケーションに向かっていて、ああ、でセンターさんが直し、僕が入り口で待って入れた時に多分クロムさんともう一人ぐらい来たのかな。アルトじゃない、アルトさんか。俺最後シールドで誰かと会ったんだけど、誰だっけ？アルトだと思います。アルトさんが、トーサスはアドミンに残ってたはず。あ、アドミンに残ってた、うん、残ってました。だからトータスさんがやってる妻か殺して逃げてった説もあるってことだよね、うん。まあ、浮いてるのがスナパイタケをマックス。あ、いや、僕は浮いてなくて、僕は O2 に初手行って、それでウェポンでやっている3人を見ていて、で O2 から、タスクが、コミュニケーションに向かってる時ずっとクロムさんと一緒に歩いていて、はい、浮いてないね。はい、浮いてないです。はい、スナパイは初手エレクトリカル行ってて、なり終わった、レポートが入ったのがストレージにエレクトリカル側から入ったぐらいでなりました。竹尾リアクターいて、アドミンには近づいてないです。残念だけど、ベントの可能性が結構あると思ってて、トータスさんが犯人じゃなかったけど。ベントは開いてないのを確認してるかな。あ、じゃなくて、その直前ではなく。ナイトメアスさんは一応、可能っちゃ可能と思い、僕してるの。逆は無理だけどね。そうね、先端は絶対無理。ちょっと離れてたからね。すごい結構してんな。いやー、ちょっと押したくなかったな。多分最初のはずだから押したくなかったけど、というか あんまり話すことないかなと思って押さなかったけど、どうどう、なんか話すことあった？俺はないと思う。先端が絶対にないぐらいかな、僕から言える。だからスナパイ竹をナイトメアに、容疑者が絞られて、トータスのセリフの可能性もあるっていう状況でしょ。多分ね、アルトも容疑者に入っちゃう。アルトも容疑者に入るの？アルトも容疑者に入っちゃう。アドミ行ってストレージの上の配線やって終わってからそこ行ってるんで。ああ。で、コミュニケーションに。いや、あのね、ギリギリ容疑者には入んないと思っていて、俺がウェポンから下ったタイミングで、シールドでアルトさんと合流しているんだとしたら、アドミンの上で殺してくるのはギリギリきついんじゃないかなと思ってる。あとね、その字の真ん中やで、ど真ん中、もうアドミン入り口ぐらいでしょ。ないって言ってもらえるんだったらすごいありがたいけど。その場合さっき聞きたい意味かな。要はこの字、ナビゲーション前のこの字の下の弁当やカフェテリアの弁当を使われていた場合、容疑者って本当に絞られる？いや無理でしょ。弁当は、弁当は考えなくていいと思う。弁当は考える必要ない。あ、下位置がトの字だって。そう、トの字の真ん中でしょ。だから弁当使って殺すんだったらトータスさんを横切んないと無理。あ、トの字の真ん中か。弁当使って殺すんだったらトータスを殺してるよ。うん、やと思う。
なるほどね。あ、じゃあ、ナイトメアさん、無理だ。僕、ストレージの中の上だと思ってた。だったら可能だけど、ナイトメアさん、多分、友達だった。俺、ちゃんとタスクしてる時に見てたもん。弁当は。だから、弁当は開いてね。殺されそうやなと思って見てたから。で、okay. あと、確認したのが、クロムさん視点、マックスさん、白で合ってますか？一緒に行動してたって言ってたけど。一緒にいたかな、一緒に、なんかでも、いた気するから、多分、白だった。いやいやいや、すぐ隣にいたのに、マジっすか？まあ、覚えてないですけど、多分一緒に。あ、マジ。はい。まあ、覚えてないだけです。全然覚えてないけど、全然覚えてないけど、多分白。ちなみにクロムさん、ちょっと、クロムさん、なんでコミュニケーション直さなかったの？竹尾スナパイ一緒にいてくれ。あ、今すか？今、あの、普通に、難しかったらいいです。竹尾スナパイチームでお願いします。はい。はい。いる？なんか微妙な。そのペアは、微妙だね。なんならやってないと思うけどな、ここは。え、でも、ってなると、でも、トータスさんのセリフになっちゃうからな。待ってんだ。マジか。この時間バケモンだな、マジで。このキル。ダルバケモン。監視カメラに映る位置で。さあ、ちょっと。はいはい、寺蔵さんとマックスさんお互い一緒に入りました。エレクトリカル一緒ではないですけど、一緒ではないですね。寺蔵さんとはすれ違ってます、はい、クロムさんがエレクトリカルにいたのを確認して、俺が一人で残って作業して出た。その時にマックス来たんだっけ？その時はいはいはい、入りました、エレクトリカルで見つかったの？違います、セキュリティです。セキュリティ G で、カメラ直前光ってて消えたんで、アドミン見て、エレクトリカルにセキュリティ1だったんで、セキュリティ向かって前にエレクトリカルの中確認したら、マックさん、テラオさんいて、で、セキュリティに行ったって感じです。そのデルセンタンとデアと俺入れ替わりで入ったかな、エレクトリカル。俺がセキュリティにいた時にロアエンジンから上がってくるクロムさんは見てるかな。え、逆じゃないですか、ロアエンジンに下がる黒かクロムじゃなくてですか？ああ、そうか。最終僕がエレクトリカルに向かった時に、エレクトリカルの途中、下のところで、出会ってますね、クロムさんと。で、クロムさんが右に来ましたね、最後。うん、見てる見てる。クロムさんが、ストレージで通って右行ってるのは見てる。最終位置、クロムさん多分シールドだと思う。そうそうそう。あれだっけな、リアクターとか。で、僕と武雄さんは最終位置ストレージで右側しか回ってないから違う。で、同じルートをトータさんも通ってるから、トータさんも違います。はい、逆走してるの見てる。僕がセキュリティで見たときにナビゲーション前にスナパイ、トータス、先端、あともう一人ぐらい見ましたね。その後ロアエンジン、エレクトリカルって言ってます、僕は。じゃあ、竹雄さんだと思う。僕と竹雄さん一緒にいて。うん。ああ、竹雄さんかな。あ、そうか、そうか。竹雄もいたのか。竹雄さんはストレージぐらいまでずっと一緒にいてたね、ホームズの中で。ありましたね。で、ナビゲーション前出たときにはランプついてたから、タイミング的に。今僕が先名前を挙げた人はファンコ不可能です。俺がエレクトリカル入る前にエレクトリカルが閉まったんだよね。クロムさん閉じ込められてなかった？わかんないです。上にいたんでわかんないです。テラゾーさんと行動したくなってきたなぁ。あ、いいか。竹尾さん一緒に行こうか。あ、了解です。
一応押してみたんだけど、アドミン見た人誰でしたっけ、僕の前に。あ、僕です。さんはアドミン見てどこ行きました、はい、エレクトリカルに向かいました。エレクトリカルが僕が見た時2だったんで、もしかしたら起こるかもしれないなと思って行ったら、それが多分クロムテラゾー。はい、クロムテラゾーで、あー、じゃあで、クロムさんはその後右で模型されて死んでるから間違いなく違う、はいはい、で、それの後僕はエレクトリカルに入ったら、いたって感じですね、テラゾーさんが、うん、じゃあ、インターン無理かな、クロムそうそうマックさんも、はい、ダルトさん、僕もっとないと思うんだけど、普通に考えてトータスさんとテラゾーさんじゃないや、トータスさん、タケオさん、スナパイさんは俺が右にいたことを誰もなぜ証言してくれないの。おった、いたっけ、ちょっとごめんなさい、最悪だなお前ら最悪だなお前ら、めっちゃ通る。ナビゲーションにトータスと、まず O2 でトータスと一緒に最初なってる。あ、それはなった、それはなった。 O2 で一緒になった。ナビゲーション行った、ナビゲーションから出てきたタイミングで多分スナパイさんがナビゲーション入ってるで、殺されるんちゃうかと思ってストレージ具合まで行ったら、俺はナビゲーションまで引き返してトータスさんとすれ違ってる、タケオさんとスナパイさんとすれ違ってるナビゲーションのカメラ前で追ってるわ、オアルトさんが。あったかもしれない俺その辺覚えてない。ってことはアルトさんしてもトータスさん無理。その3人は右にいたので無理だと思ってます。黒川クロムさんは殺してからこっちまで来れる距離はあるんじゃないかなって思ってるよ。だ逆に我々からするとほぼ、左にいた行けたであろう人物ってテラゾーさんか、セッタンしかいないと思うんだけど。センターってなんで？クロムさんじゃない？どっちかというと、クロムさんか僕じゃない？いや、クロムさんはエレクトリカル出て右になってるから。その前じゃないな。その前やったら。あったらテラゾーさんが見てるんじゃない？リポートしたら出たっけ？あ、ちょっともうちょっと整理したい。まあでも、うん、ちょっと、まあ、じゃあクロムさん。テラゾークロムじゃないのかな？じゃないな。三が行ってキルして、なんかもういっそのこと誰かと誰かペア組ませた方がいいと思ってて、テラゾークロム、いやクロムさんって絶対無理じゃない？あれ多分それじゃないですか、セキュリティがついたタイミングで俺が右にやってるだったら俺が絶対無理っていうのは証明できるな。いや俺は分かんないですけど、僕は最後のアドミンを見たときに最終位置シールドに1人いたのを確認しています。一番最後ですね。ストレージが3、エレクトリカルが3、セキュリティが1。時系列でいうとね、ストレージでゴミ捨てしてたトータスさんが左に行ったのと、クロムさんがそれを後ろで待機してたスナッパイタケオの間すり抜けてシールド側に抜けたのは見てるのね。でその前がエレクトリカルにテラゾーさんと一緒にいたんですよね。はい。でそれをマックさんは目撃してるじゃない。まあ僕は出てきたところなのか、はい、いや出てきたところっていうよりはアドミンからエレクトリカルに向かおうと思ったらストレージのちょっと左の通路あたりで、クロムさんが右に行くのを見たっていう感じです、ね。はい、そうですよね。でテラゾーさんは左行けてるじゃないですか。左行けてる。要はセキュリティがある方向に行ってるはずですよね。セキュリティからエレクトリカルに入って、その後ストレージの方に抜けて。僕見た時はもうセキュリティ1のエレクトリカル2だったから、でマックさんとの証言とも合ってるから。でセンターのセルフは絶対ない。容疑者おらんかな。ちょっとこれ今サボタージュ入らなかったじゃないですか。なんか。うん、あれじゃないですか、話しさせるためにサボタージュしてないんじゃないかなと思って、あんまり、クロムさんがもしエレクトリカルから弁当で飛んでセキュリティで殺してエレクトリカルの扉閉じてエレクトリカルに戻ってきたんだったらあり得るけど、そんな上手いプレイってめちゃくちゃ強えなって思うから、エレクトリカル閉じてからエレクトリカルに飛ぶってめちゃめちゃ良いシュートじゃないですか。そんなクロムさんってじゃあ殺害できる時間あるって主張なんだ。みんな俺その今の弁当は俺も考えててあるんちゃうかな。なるほどね。でもその前光ってたからな、消えてアドミン見てるから。ああそう、
じゃあどっちなんですか、俺は。殺された人なんじゃない。ロブさんと寺田さんで落ち着けるか、ベア。わからな、わからね、両方わかんねえ。ローダスナパイがつながってて白照明したのかと思いきや、マジでわかんねえ、なんか見逃してたんかな。はい、ごめん、ちょっとナイスボタン。いいじゃん、今4人固まっちゃったから怖くて押しました。じゃあダブルキル発生したら怖いもんね。はい。僕はレポート連打してました。マックスさん前もエレクトリカル行ってなかった。うん、ダウンロードだけ終わってなかったんで。あ、そうか。はい。フレーム入ってきたね。はい、うん、O2 が鳴ったから確か、エレクトリカル行ってやってる時にで、ダウンロードだけやる時間がなくて、向かった感じです。なるほど。今の話は、センターに質問があって、はいはいはい、アドミンを見た時にエレクトリカル2とカフェ、セキュリティ1があったんだね。そうだから、ベントでセキュリティからエレクトリカル行ったのかなと思って、先にエレクトリカル確認してからセキュリティ行ったら、あと主体の詳細の位置なんですけど、ドアの前、セキュリティの通路の前、うん、センターにもう一つ確認したいのは、アドミンからセキュリティに向かった時にアドミンのカメラはついてた、ついてない。だから僕がアドミンの助けてたんですよ。でその時ついてて、僕映るように映る場所で助けてたんですよ。で終わったら消えてたから、でマックスさんがその時点でアドミン見てて、で僕が見たらセキュリティ行っちゃったから、先に多分マックスさんがセキュリティに行ってレポートするだろうと思ったから、僕は鳴る前にエレクトリカル先に誰がいるのか確認しようと思ったら、マックスさんとラドさんが行って、うん、そうで、まあ、とりあえず確認してレポートにならなかったから、その足でセキュリティに向かったって感じ。センターがセルフリポートないって言ってたのは誰だっけ、なんでアルトさん。ああ、僕が見てたタイミングで1だったからです、ずっと。なるほど。ナイトメアさんって右上でしたっけ、第一。セキュリティのとこで知ってたっけ。セキュリティの、入り口、十字路の直前の前のとこ。そこってベントで殺す位置じゃなくねえかな。いや、でも移動し始めてる時に出たってことでしょ。普通に殺してる可能性あんのかな。まあ引き続き一緒に行動しますが、ボタンは結構押した方がいいかな。ガさんとクロムさんね。まあ弁当なしで考えるんだったらクロムさんかな。ドルやけ。ほう。相手らぞ。ごめん、はぐれました。スナパイさんと。最後、竹雄さんがめっちゃ怖くて押しました。とりあえず、クロムさんを釣っとけばいいですか、うん、まあ、俺はもう、どこで離れたか分かんないんで、罪なんて死にます。うん、はい。分かんないです、俺は。どういうこと？クロムさんがどうしたの？クロムさん、テラゾーさんと動いとったんじゃないの？竹雄さんとスナパイさんでしょ、はい、うん、クロムさんがクルーメイトなら竹雄さんを押さないと負けちゃいますよ。あー、そっかそっかそっか。
ちゃお互いに。とりあえず竹雄さんに入れます。竹雄さんの黒要素は俺は知らないです。割とクロムさんとテラゾはギリギリまで一緒やった。最後ナビゲーションにいたの誰ですか？一番右の。クロムが右にいます。誰見ました？いないし誰も。うん、じゃあクロムさん、クロムさんです。アドミンで見てたんで2人いるので。はぐれようがないと思う、ストレージまで一致やったから、はいはい、センターも見てるだろうな、多分アドミンで最後見てて、押そうと思ったら押されたんですよ。で、いや、やってないですけどね。はい、じゃあクロムさんで確定です。クロムさんじゃん。ちなみにトータス仕事が終わりました。このタイミングで言うのもなんです。竹尾さんが寺田さんのはぐれたのはどこですか？もう皆さんこれクロムさん入れてますよね。違いますね、スナパイさんとはぐれたのは、スナパイさんとはぐれた十字路の上、アッパーエンジンです。アッパーエンジン近くで仕事してたら、多分エマージェンシーコールでスナッパイさんが、なんだっけ、O2 だっけ ?O2 になってたから O2 行ったのかな。で、僕、アドミンの方行ったんですけど、閉じ込められたんで。O2 行ってる最中にスナッパイさん見てないです。あのカフェテリア、多分、俺、カフェテリアから来たけど、O2 の方へ。アドミンの方行ったんやけど、スナパイさん見てないです。スナパイさんが多分、ああ、そっか。じゃあタスクやらずに。俺ボタン押したんで。あ、押します。俺、竹尾さんと行動しとくわ。ちょっと。タスクやらずにね。多分押してないよね。3まで。ドラが丸いかな。割とやっていいと思ってるぐらいのレベル。竹尾左上ですね。これ。とりあえず竹尾さん今日は仕方ないとして。まあでもタスクで勝てると思うんですけどね、もう量的に。うん。一番左上に投票入れてください。一番左上じゃなかった場合に、が竹尾です。俺割と先端は見えてたからな。俺よく合ってたし、先端はだってテラゾーとクロムさんが一緒におるの、ストレージで一緒に見てる気がするから。シャルトさんは最後のアドミンに出してくれて、僕のレポートの時、うん、そうっすね、先端だけはないのは確定してたので、あの時はタスさんは最初のが一応あれぐらいか。うん。でも最後やってる時、アドミンでタスクやってたら、竹尾さん入ってきたけど、スナパイさん見えてないよ、俺。そうなの。アドミンで会ってるやん。だから僕はアドミンの方行ったんだけど、いなかったから、O2 の方行ったんじゃないっていう。でも俺、カフェテリア側から来たんよ、アドミンへ。なんやったら、アッパー側から。いいですか、今日竹を釣るっていうことになると思うんで、皆さん左上の方の投票してください。色間違えないように気をつけてください。左上です。竹尾さん何色なん？赤です。いやだって俺アッパーから来てカフェテリアわざわざ下ってアドミンの方行ったんで、俺合ってないことないって、スナパイさんに。じゃあ大丈夫か、ちょっと投票してくださいね。赤の方に投票してください。赤が竹尾です。こっちが赤色？間違えてるよ、みんな。赤と茶色。同じ色に見えちゃう。手滑っちゃった、ごめん。くっそ。本物だけは消したかった。オリジナルには叶わねえんだよ。よかったよかった。クローン2人でインポスターの時めっちゃ笑ってましたもん。僕が死んだ時の真相を僕から話すと、僕がセキュリティでカメラを見ていました。あ、ナビゲーションのあたりとかに結構人が映っているなと思いつつ、カメラのから目を離した瞬間に、弁当の位置にクロムさんが立っていました。慌てて逃げようとしましたが、扉が閉まっていました。以上です。ちゃんと全部エレクトリカルのやつを全部閉めてから来ました俺は。寺蔵さんにめっちゃ褒められてました途中。褒められてた。頭のいい、めちゃめちゃうまいな。
めちゃめちゃうまいインポスターでーすって言いながら切るし、テラドさんと入りやすい状況作ってからちゃんと飛んで殺して戻ってきたんだ。すげえな。そうといや、これね、武雄さんがね、実は中盤というか最序盤も最序盤に最終局面、左上に投票してくださいっていうボケを一回ちゃんとやってるのに、全員が武雄さんで終わんなかったらどうしようって話してる。そうなん、いやでも、いや分かったよ、聞いてたけど俺もまだ喋りたいことあるしなと思って見てる。武雄さんあまりに悔しかったのかもう一度言いましたもん左上に投票してくださいって。俺もいやーってことはね、偽センターが両黒だったってこと。そうです。いや、タイトルつけやすい、この動画化するとき偽センターでペアっていうタイトルがつけやすい、めちゃめちゃくっそ、噛み合わなかったな。最初噛み合わなかったね、めちゃめちゃ最後最初じゃあ、インポスターが目に出たときめっちゃめっちゃ笑っちゃった笑っちゃった。おー、いいと多分クルーに紛れ込むときにセンターを模して2人入ってきたんだろうな。よかった。なんか初めてちゃんと議論に参加できた気がするわ、俺。いや、ナイスボタンしたね。ごめんなさい。トータスさんと誰だっけ、スナパイさんと竹雄さんかな。うん。ちょっと血が出たんで、俺。いや、でも違う、俺らも覚えてなかった、俺らも悪いよ。セキュリティ見てて、多分ナビゲーションあたり3人ぐらいおったよなと思いながら、したいで聞いてました。そっちじゃなくてね。いや、普通にね、普通に口調がやからやったんで。いや、悪かったって、俺らが覚えてないのが悪いんだ、あれは。いや、でも途中までうまくいってましたよね、クロムさん。いや、うまくいってたっす、なんか。いやマジでスナパイさんからの指導、絶大な嬉しさありますね、あれマジでめちゃめちゃ嬉しくてガッツポーズしてましたもん。よし、声出ないように